ミーク。ミーク。いい加減顔を上げろ。聞こえてんのか？おい。てめえ、こっちが下手に出てりゃ調子こきやがって。はあ、お前がいつ下手に出た？出てんだろう、今。わかんねえのかよ。わかるか。くそ、髪の先くらいは言い過ぎたと思ってやったのに。やめだ。なんだよ。いいえ。何を？あいつにされたこと全部だ。聞いてどうすんだ。決まってんだろ。それ以上の好意を持ってチャラにしてやる。アホか。何もされとれんわ。押し倒されただけで。されてんじゃねえか。大体お前に隙があるから。は？大概にしろよ。ったく、派手にやりやがって。陛下、お連れしました。追い出したり連れ戻したり、つくづく勝手なやつだな。だったら行っちまえばよかったじゃねえか。まだ提示してないからな。お前自身がここの美しさを。なのにお前は雨を降らせた。そうだよな。うん。天から降る雫、あれが雨なんだな。それでどうだった？初めての雨は。あんまり良くなかったな。服も体もベトベトだし、なんか変な味するし、水は水だし。ただ最後に出た光の橋は良かった。嬉しそうだな。そんなに俺に雨を見せたかったのか？なんだよその言い草は。言いたいのはそれだけか？そんな話に付き合うほど私は暇じゃない。じゃあな。そうじゃねえ。あんな真似されたら手放せなくなるって言ってんだよ。これから俺の人生、面白おかしくしてもらうぜ、ミケ。